こんにちは。今日は日本の夏の天気についてのお話をしたいと思います。日本の夏は非常に蒸し暑いことで有名です。日本よりも気温の高い地域は世界中にたくさんありますが、なんせ日本は湿度が高いことが有名です。太平洋高気圧という高温多湿の気団に覆われるためです。まず夏の訪れについて、ストーリーを追ってお話しします。これが梅雨の状態です。夏の高気圧、太平洋高気圧がだんだん南の方から成長して、北のオホーツク海高気圧、冷たい高気圧とぶつかります。このぶつかり目が梅雨前線です。季節が進むと次第に小笠原気団、太平洋高気圧が発達してきて、前線は北の方へと押し上げられていきます。ある程度押し上げられてもう影響がないだろうと判断されれば梅雨明けということになります。梅雨明けの明確な定義はなく、気象庁職員のさじ加減で決まると言っても過言ではありません。秋に再検討して梅雨明けの日が訂正されることもあります。さて、夏になると太平洋高気圧に覆われます。先ほどもお話した通り、湿った暖かな気団なので非常に蒸し暑い晴天が続きます。高気圧性の気団なので基本的には雨はほとんど降りません。局地的な雷雨が発生するぐらいです。しかし太平洋高気圧の勢力が弱くて南に偏ると、北からのオホーツク海高気圧が張り出してくることがあります。梅雨明けは一般的には、前線を北に押し上げて梅雨明けとなりますが、前線を南に押し下げて梅雨明けしたパターンですね。こうなると冷夏になります。特に東北太平洋側では山瀬という冷たい風が吹いて冷害が起こりやすくなります。このように、太平洋高気圧の形がいびつだと北冷清暑、北日本では冷夏、西日本では猛暑というこんな形になることもあります。やはり東北地方や北海道地方の太平洋側が特に山瀬という冷たい風の影響を受けて冷害が起こりやすくなります。では太平洋高気圧が北に偏ったらどうなるでしょうか。太平洋高気圧の南側にあるのが赤道気団です。赤道気団は低気圧性の気団で、台風や熱帯低気圧が発生するところです。太平洋高気圧が北に偏ると赤道気団が北上して日本付近で台風が頻発します。また積乱雲の塊がしばしば日本列島に押し寄せて集中豪雨なども起こりやすくなります。このようにして太平洋高気圧の位置と強さによってどんな夏になるかが決まっていくということです。最後までご視聴ありがとうございました。